プリシー高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っています。その15色を組み合わせて無限の才能を作っていかれるのです。この動画は私高梨いつきが15色のうちの水色の才能を育てていなくてどんな依存症に陥ったかについてお話をしています。才能の目の確認ですが、水色の才能の目であるネガティブな感情は泣き虫、ビビリ、臆病などです。才能の目に4つのグッドプレゼントを送ると冒険心のある子に育ちます。自己肯定感のある子は失敗を恐れず挑戦し人に勇気を与える子になります。自己需要ができて夢にチャレンジし旅行や留学などで自分を幸せにします。社会貢献は探検家や冒険家、プランナーや秘書などで他人の幸せや平和に貢献します。水色の才能の目であるネガティブな感情は泣き虫、ビビリ、臆病などです。才能の目にバッドプレゼントを送ると過剰に怖がりな子に育ちます。自己否定感のある子は恐れるばかりで何にも挑戦しなくなります。自己喪失になると安定に執着して挑戦から逃げて自分を不幸せにします。他者依存は頑なに新しいことを受け入れず社会に争いや混乱を起こします。では実際に私はどうだったかということなのですが、母親に飲みの心臓と揶揄されたぐらいいろいろなことに怖がりの子供でした。お化けも怖いし注射も怖いし水が怖いからプールも怖いしスケートも怖い、飛び箱も鉄棒もマット運動もみんな怖いといった具合です。やりたい習い事もたくさんありましたが一歩踏み出すことはできませんでした。大人になってもエスカレーターも怖いし高速道路も怖いしジェットコースターで楽しめたことなど一度もありません。海外旅行や留学も行きたかったけれどどうしても行くことができませんでした。ただポスターを眺めて立ち尽くすだけ。人も怖いから歩み寄ることができず向こうから来てくれるものにはウェルカムでも自分から積極的に関係を作っていくタイプではありません。そうですね、例えばその家を開けるときにもこう火が出たらどうしようとか水が出たらどうしようとかそんなことを考えてこう何度も鍵を確認したり、一旦こう駅まで行って、鍵が心配になってちゃんと錠がかかっているか心配になってもう一回家まで戻るなんてこともしたこともあります。夢にチャレンジしない自分は現状を維持することに躍起になっていてそれでも容赦なく訪れる変化に対応できなくて自分に自信がなくなり自分軸を見失いました。自分の責任で行動せずに誰かや社会のせいにして家族や周囲にも迷惑をかけてきたと思います。なんか失敗しちゃいけないっていうこう固定観念があったせいが大きいと思います。子供に対しても何かあったらどうするの？こんなことしちゃってどうするつもりなの？と恐怖心を煽りリスクばかりを伝えて楽観的になる方法のなんとかなるさとか心配ないよとか大丈夫大丈夫なんてとても言えない母親でした。本当に申し訳なかったと反省しています。そしてそのネガティブな言動が水色の才能の目だと分かった今は失敗を恐れずに挑戦しようとあらゆることにチャレンジをしています。反動でものすごくチャレンジをしています。夢を実現させようと60を前に一人暮らしを始めて体力をつける修行をしたり自分のメソッドを世界中に紹介する活動を始めたり無理をしては倒れまた起き上がり傷だらけボロボロになって何度も失敗しながら再チャレンジをして進んでいます。こうして水色の才能を育って人に認められたり褒められたりするためにやるのではなく本当に好きなことに打ち込んでいった末に世界中を旅して世界の食や文化例えば神様とか民族衣装音楽踊り創作物建造物教育など
あの15色の、才能の勝利ですね、全て紹介したいと思います。あと人ですね、暮らしとか笑顔や愛の形など、これも15色の中に入ります。これまた世界中それらをこういっぱい見せていただいて、取材をして、それを今度は、オンライン授業をさせていただいている生徒さんだとか、日本中のお子さんたち、そして世界中の子どもたちに紹介するという夢を持っています。うっかり気を許すと、愛による選択より恐れによる選択をしてしまっていて、失敗しないように、危険な目に遭わないように、安心安全な場所に依存しがちです。そうではなくて、人生は私がこうしたいからで、失敗を恐れずに大会にこぎ出していかれる行動ができるようになりたいです。命がある限り、自分の水色の才能を楽しんで育てて頑張りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。